第41回トメフレ会議。今度は何を話し合うの？話し合いというか宣伝。ナナコちゃん、ババーン。あの訳あり家出女子を家で囲ってハーレムを作っちゃう人気シリーズ、トメフレのファンディスクが出ます。ヒロインみんな爆乳で大きいおっぱいに囲まれちゃう、あの、あの明るくイチャイチャラブラブお付き合いが楽しめちゃう、あの。ひなの、無理に乗らなくていいのよ。どんなタイトルになるのかな。その名も、ヒロインは友達ですか、恋人ですか、それともトメフレですか、ダブル。ワンと私たちが登場するセカンドの2つの作品の本編後の物語、アフターストーリーが楽しめちゃうよ。皆さんの応援のおかげです。本当にありがとうございます。みんなありがとう。アフターストーリーってことは、私たち妊娠した後ってこと？確かあの夏ビーチでエッチしまくって、夏休み明けにはみんな揃って妊娠報告したわよね。ああ、それはその、いろいろとありまして、ファンディスクの私たちは本編とはちょっと違う未来の私たちです。どういうこと？大人の事情です。いっぱい生でしてたのに赤ちゃんできなかったんだよね。不甲斐ない妹子宮でお兄様に申し訳が立ちません。こんなところでガチ悔しがりしないでよ。そんな私たちが送るのは冬のイベントに絡めたお話です。冬定番の出来事に合わせたご主人様とのラブラブエッチ。まあそうですね、妊娠が先送りになってしまったからこそ進むことができた未来と言えるでしょう。どうぞ楽しみにしていてくださいね。それじゃあ最後に商品使用。ああちょっと待って、こうやって当たり前のように宣伝してるけど、そもそもセラたちのことを知らないっていう人もいるんじゃないかな。ファンデスクって本編あってのものでしょ。言われてみればそうね。いきなりファンディスクからプレイして大丈夫なの？大丈夫だとは思うけど、安心して、そんなあなたのためにコンプリートセットもあるから。何それ？トメフレシリーズ本編2作品とファンディスクがセットになったものです。なるほど、本編のおさらいをしてからファンディスクのアフターストーリーを楽しめちゃうってことですね。そういうことです。もちろんその逆でもいいんですよ。もっと私たちのことを知りたくなったら本編を遊んでみるという流れでも。あ、そっか、それならセラたちと初めましての人でも安心だね。あとはゲームといえば予約特典じゃない？店舗特典っていうのもあるわよね。お店によっていろいろで、どこで買おうか迷っちゃうやつ。予約特典はエンディング主題歌などを収録した CD ですね。店舗特典は B2 タペストリーです。絵柄などの詳細は公式サイトをご覧ください。というわけでレイカちゃん、最後は美少女声優のパワーで告知の文章を読んでちょうだい。ヒロインは友達ですか、恋人ですか、それともトメフレですか。ダブルは6月28日発売、予約受付中。通常版、ゲームとグッズがセットになった豪華限定版、そしてこれまでのシリーズがセットになったコンプリートセットもあるわ。コンプリートセットにも豪華限定版と同じくグッズがついてくるからね。予約特典はエンディング主題歌などが入った CD、 店舗特典は B2 タペストリーよ。
詳しくは公式サイトをチェックしなさいよね。ちゃんと予約してくれないとあなたのことレロレロしちゃうわよ。え、何よこれ。デザートソフト